テオフィロ・ステベンソンは、キューバ出身のアマチュアボクシング選手。身長約196センチメートル、体重100キログラム。8歳頃ボクシングをはじめ、1970年、ナショナルチーム入り。やがて成人したステベンソンはすでに世界トップクラスの実力を身につけており、あまりに強すぎて対戦中にギブアップしたボクサースライター。彼の敗戦は、 デビュー直後と引退間際に集中しており、オリンピック出場時に勝てる相手が存在しなかったことを示している。ステベンソンが勝利したボクサーの中には、後に世界ヘビー王座を獲得した選手が3人いる。また当時は、モハメド・アリ、ジョージ・フォアマン、ジョー・フレイジャー、レオン・スピンクス、ケン・ノートンといった欠物が揃い、ヘビー級前世時代を迎えていた。当然、 彼のもとには、いつもプロモーターからの、アメリカへ亡命し、プロの舞台で試合をすれば、あなたの実力なら必ず成功する。一緒に大金を儲けないかといった誘いが絶えなかった。しかしステベンソンは、私は祖国も家族も愛している。国を捨てて、プロになる必要はないと言って断り続けた。そのステベンソンも、引退時に、モハメドアリの名を挙げ何度も、 実現の機会のあった伝説のチャンピオンとの対戦に乗り切れなかったことへの後悔を口にしている。当時のアマチュアボクシングは頭部の安全のためのヘッドギア装着を義務付けておらず、プロとの技術面においての差も少なかった。そのため現在でもステベンソンが亡命してプロに転向しようと思えば、いつでも可能でスター選手たちとのビッグマッチが組まれ大金が動いたと考えられている。 なお、キューバは1984年ロサンゼルスオリンピックを政治的な理由でボイコットしているため、オリンピックにおける史上初のボクシング道階級4連覇を果たすことはできなかった。1988年引退。引退後は、故郷でサトウキビ農場を経営、ボクシングから離れた生活を送った。晩年、故郷の町に有志の寄付によって記念館が作られ、 オープンの際にピロロ、コールの中で感動のあまり涙を流す姿が報道された。2012年6月11日、心臓病のために死去。60歳没。基本に忠実なオーソドックススタイルであり、長身を生かした鋭いジャブ、左右のストレートで試合をコントロールする展開を好んだ。相手のパンチをパリングとスウェーでことごとく避けるディフェンス。 一撃でダウンを奪うハードパンチを兼ね備えたコードにバランスが取れたボクサーである。2メートルに迫る曲でありながら軽快なコンビネーションやフットワークなどスピード面でも優れ当時のアマチュアボクシング界を代表する選手であった。若手時代は積極的にインファイトに持ち込み力任せにダウンを奪う強引な面が見られたが年齢を重ねてからはスピードが乗ったワンツーと 右クロスカウンターで的確に仕留めるスマートなスタイルへと変化していった。パンチの手応えが抜群だった時、相手がダウンする前に背を向け、悠然とニュートラルコーナーへ歩き出す仕草がトレードマークだった。有名なところでは、ジョンテートがカウンターを合わせられ、ステベンソンが背中を向けた瞬間に腰が砕け小負けとなった試合がある。ありがとうございます。